はい、短期決戦です。9月1日1時39分です。とりあえず始めましょう。よし。おお。入金されております。どうしようかな。まあ無意味なことやめるか。振込手数料がかかるからな。また後で考えるか。よし、じゃあね、ウームを買ったんだよ。ウームを買ったんだけど、超下がってんの。ウーム買ったら下がったよ。
まあミニ株なんだけどね。これ1分になってるよ。なってるね。そして行ったんじゃないの？明日行った。ああ、戻った。4,400円か。あ、戻った。ちょっと戻ったね。これ一回下だと思うわ。明日の朝。これ、あ、1個ずれちゃった。ああ、怖え。
ああ。授業。あ。おし。おし。ふう。もう一丁、あ、余計なことしたかな、あ、よし、大丈夫、大丈夫、あ。大丈夫。カクンって。ああ、下がらない。ダメか。早かったか。よし。よし、オッケー。もう一回いくか。ああ、浮いた。ああ、浮いた。もう一回来い。もう一回来い。あ。
怖い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 。いくらだって？ああ、5570。ルーム大陰線だもんね。どうしよう。早速掲示板入りしてるよ。ランキング入りだよ。お、エコナック。あのエコナックが。リポックス。お、ポンドが下げてきたじゃん。まあ、17銭。上がったら叩く感じでいいんじゃね？あ、来た。あ、もう一個行った。もう一個行った。ああ。
廃炉のお金は廃炉のお金で戻しとくか。別に廃炉の、でもな、手数料がな。まあ金利払うと思えばいいか。じゃあ入金するか、送金するか。いや、そしてあと10万。これ考えよう。あ、上行った。
3ピップスにしてんだ。ちょっと待って。あ、しまった。こうな、あ、こうか。ああ、下がってきた。上行ったんじゃないの。ギリチョン。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。ああ、2時だったんだ。2時9分か。